これで買い出しは全部かな。もうコーヒーショップのおじさん話が長いんだから、ずいぶん遅くなっちゃった。あれ？ビビじゃん、今日も元気そうだね。今日も可愛いね。よしよし。こう。今日ずいぶんトラックが多いな。ビビ、引かれたりしないように気をつけてね。いい子いい子。それじゃあ私そろそろ帰らなくちゃ。またね。この室外機の上にいないとなると、あとは、はあ、本当にどこ行っちゃったんだろう。今日はタイガさんとの練習の日だけど、待ち合わせの時間よりだいぶ早く着いちゃったな。時間まで公園で声出しでも。あ、そうだ、前タイガさんとやったみたいにビビットストリートを見て回るのもいいかも。どうして歌を歌うのに街を見る必要があるのか、理由はまだよくわからないけど、でもなんとなくこの街の人のことがわかって楽しいんだよね。ビビー、あれ、あそこにいるのってアンちゃん？アンちゃん、小羽根、今日は練習じゃないから。おじさんと練習する日？うん、待ち合わせまではもうちょっと時間があるんだけど、あんちゃんは何してるの？あー、猫を探してたんだ。猫？うん、ビビっていう野良猫で、小羽も見たことあるんじゃないかな。グレーでしましまの猫なんだけど。あ、言われてみれば何回かそういう猫を見かけたような気がするな。でしょ？でも最近姿が見えなくてさ、野良猫だからどっかに行っちゃったのかもしれないけど、最近この辺新しい店ができたりしてトラックが多かったから、怪我とかしてないかなって心配で探してたんだよね。そうだったんだ、見つかるといいね。うん、ここのみんなも可愛がってたから、ビビがいないとちょっと寂しそうだしね。あ、そういえば前お店にも猫がいたけど、ここの人たちって猫が好きなの？うん、中でもビビは音楽がわかる猫だから特に可愛がられてるんだよ。え？音楽がわかるってどういうこと？猫って騒音とかあんまり好きじゃないから、私たちが通りで歌ってたりすると大体どこかに行っちゃうんだけど、ビビは上手い人が歌ってるとピタッと立ち止まって聞いてくれるんだ。気に入らないとそのままスルーッとどっか行っちゃうんだけどね。だからみんなビビに聞いてもらえるように頑張るの。そうするうちにどんどん上手くなってくってわけ。そんなわけでこの辺りの若手を一人前にしてくれる音楽がわかる猫って言われるようになったんだよ。そうなんだ、すごいね。本当に聞いてるのかどうかはわかんないけど、本当だったらちょっと面白いよね。とか話してたらもうこんな時間か。店の手伝いあるからもう帰らなくっちゃな。そっか、私も似てる猫を見つけたらすぐに連絡するね。ありがとう、小羽。あ、ねえ、おじさんとの練習まで時間あるならうちに寄っていかない？新しい CD 買ったから聞いてほしいなって思って。本当？じゃあお邪魔しようかな。 OK、 それじゃあ店まで行こっか。
今 CD 撮ってくるから。あれ、誰かカウンターで泣いてる？女の人かな。どうしたんだろう。おう、あ、帰ってきたか。戻ってきて早々だが、できたらあっちの話し相手になってやってくれないか。話を聞いたら相当参ってるみたいでな。え、話し相手ってどういう。びっくりした。ん？あれ、もしかして川崎さん？え、あんちゃんの知り合いなの？うん、フリーのカメラマンやってる人なんだ。私がちっちゃい頃、七五三の写真とか撮ってくれたんだよ。川崎さん。やっぱり川崎さんだ。どうかしたんですか？なんだか随分困ってるみたいだけど。写真のコンテストですか？へえ、いいですね、結婚式。私も前に少し手伝ったことがあるんですけど、あの優しくてあったかい雰囲気、とっても好きです。幸せな心のつながりですか？確かに。みんなで幸せを願う場所だって思うと、とっても素敵ですよね。それでカウンターに突っ伏してたんだ。昔からうまくいかないことがあるとよく来てたもんね。何か力になれたらいいんだけど、川崎さんには小さい頃からお世話になってるし、はるかを紹介するとか。あ、でもあさってはみのりちゃんと遊びに行くって言ってたしな。心配して存在感もあって、生命力が溢れててキラキラ輝いてる。それってあ、どうしたの二人とも急にこっちじっと見て。あ、あんちゃんだったら川崎さんのイメージするモデルさんにぴったりなんじゃないかなって思って。え？ちょっと川崎さん落ち着いて。私モデルなんてやったことないですし、っていうかドレスも着たことないですし。そう言われても、ほら、花嫁さんって言ったら大人っぽくて落ち着いてて、そういう雰囲気が大事じゃないですか。私はそういう感じじゃないですし。
それにモデルの経験だってないし。あ、そういえば川崎さん、昔私の七五三を撮ってくれた時も言ってたな。ミュージシャンが最高のライブを目指すみたいに、自分も最高の一枚を目指してるって。私がラッドウィーケンドを超えたいって思ってるみたいに、川崎さんも。まあそういうことなら協力しようかな。ちゃんとやれるかはわからないけど、私やってみます。アンちゃんが結婚式のモデルさんに。じゃあ花嫁姿のアンちゃんが見られるんだね。事情ならば仕方がないだろう。俺も同じ状況なら引き受けてしまうだろうしな。はあ、仕方ねえな。休んだ分自主練しとけよ。うん、小羽もごめんね、巻き込んじゃって。ううん、プロのカメラマンの撮影ってすごく興味あるし、それにあんちゃんの花嫁さん見てみたいから、ちょっと楽しみなんだ。おはね、もう嬉しいこと言ってくれるな。しかし結婚式か。以前上白先輩やアキトたちと一緒にやったショーも楽しかったな。あの経験は今もしっかりと心に刻まれている。まああれは忘れられそうにねえな。みんなお任せ、適度なよ。メイコさん。はい、本日のランチ、クメースカフェスペシャルよ。うわ、美味しそう。彩りもとてもいいな。旬の野菜が入っているのか。ふふ、おかわりもあるからたくさん食べてちょうだいね。ちょっと話を聞いてたけど、結婚式の撮影をするなんて楽しそうね。ねえ、写真ができたら見せてくれないかしら。あんちゃんの花嫁姿、きっとみんなも見たいと思うかな。ちょっと照れますけど、撮ってもらったらデータもらってきますね。ふふ、花嫁さん役、頑張ってね。はい、頑張ります。ちゃんと大人っぽくて綺麗で、思わずうっとり見とれちゃうような花嫁さんに。どうしたの、あんちゃん。あ、いや、ちゃんと花嫁さん役ができるかちょっと心配だなって思って。え、お前が弱気になるなんて珍しいな。別に弱気ってわけじゃないけど。でも確かにちょっと痛いね。あんちゃんなら堂々とやってのけちゃうと思ったわ。ああ、他の役なら大丈夫だと思うんですけど、花嫁さん役はちょっと特別っていうか。どうして？私昔ビビットストリートで花嫁さんを見たことがあるんです。ビビットストリートで？あの辺りどこかに式場あったっけ？式場じゃなくてライブハウスであげたんだよ。新郎さんがそこでやりたいって言ったみたいでさ。で、その時の花嫁さんがすっごく綺麗だったの。メ
レイコさんみたいに綺麗な人で、大人っぽくて落ち着いててさ。嬉しいこと言ってくれるわね。それでその人の投げたブーケが偶然私のところに飛んできてその人が受け取ってくれてありがとうって笑って私の頭を撫でてくれたんだ。その時の表情がまた綺麗なお姉さんって感じで余裕があってほんと綺麗でさ。花嫁さんって言うとあの時の花嫁さんのことを思い出すんだけど、私ってそんなタイプじゃないじゃん。だからちゃんとできるかなって思ってさ。白石ならば問題はないと思うが、それはそれとして、確かにエスコートされるよりする方がイメージには合う気がするな。でしょう。川崎さんもいくら人がいないからって。そんなことないと思うよ。小羽ね、あんちゃんはすっごく素敵だからきっと素敵な花嫁さんになれるよありがとう。それに川崎さんはきっと幸せな心のつながりがあんちゃんがモデルになってくれたら取れるって思ったんじゃないかな。幸せな心のつながり？はい。川崎さんは結婚式に参加するみんなが誰かの幸せを願う心でつながってる、そういうところを取りたいって言ってたんです。なるほど。なら、あんちゃんにぴったりかもしれないわね。え？どういうことですか？だって、あんちゃんはいつも、小羽ちゃんたちのことや、町の人たちのことをたくさん考えてるでしょ？そういうのも、幸せを願う心だって、言えるんじゃないかしら。うん、私もそう思うよ。あんちゃんを見てると、本当にたくさんの人たちを大事にしてるんだなって思うの。だから、あんちゃんならきっと素敵な花嫁さんになれるよ。そうかな。ちょっと照れるけど、二人がそう言ってくれるなら。ありがとう、メイコさん、小羽ね。おかげでやる気が湧いてきたよ。私、花嫁さんらしく頑張るね。うん。私もブライズメイドの役、頑張る。花嫁らしく。少し、心配ね。考えすぎだといいんだけど。いい買い物したわね。新作コスメも買えたし、夏に向けて準備はバッチリだわ。そうだね、愛梨ちゃんおすすめの和菓子もとっても美味しかったな。でしょ、期間限定なのがもったいないくらい。あら、猫だわ。あー、しましま模様が可愛いわね。あら、でもちょっと不安そうな顔してるわね。大丈夫よ、何も怖いことはしないから。アクション、アクション、アクション。大丈夫愛梨ちゃん？はい、ティッシュだよ。あ、猫さんびっくりして逃げちゃったね。私としたことがうっかり猫との距離を詰めすぎたわ。これさえなければ猫に触れるのに。愛梨ちゃん、猫さんが大好きなのにアレルギーだものね。あら、メッセージが来たみたい。ここを押して、あら、どうしたの？昔モデルの仕事でお世話になった事務所の人からメッセージが来たんだけど、お友達のカメラマンさんが明日対応できるモデルを探してるらしいの。それで
時間があるなら手伝ってもらえないかって。それって何のモデルなの？結婚式の花嫁さん役だよ。あら、いいじゃない。ウェディングドレス姿って憧れちゃうわよね。お姫様になった気分になれるっていうか。それに雫が来たらそれこそとんでもないことになりそうね。とんでもないこと？ああ、似合いそうってことよ。本当？嬉しいな。愛梨ちゃんがそう言ってくれるならオファーを受けてみるね。あら？ねえ、よければ愛梨ちゃんにも一つお願いしていいかな？え？式場に到着。綺麗だね。天気もいいからすごくいい写真が撮れそう。私もカメラ持ってくればよかったな。小羽は本当に写真が好きだね。川崎さん、おはようございます。あれ、隣にいる人は？集合だったんだね。それらしい人は見当たらないけど、あれ？あそこにいるのってもしかしてビビじゃん？え？あ、似てるけど違った。グレーだけどシマがついてないし。そっか。ビビちゃん早く見つかるといいね。町のみんなもすごく心配してるし、早く見つけたいな。あんちゃん、よし、今日この撮影が終わったらもう一回探しに行こう。町のみんなのためにもね。うん、私も手伝うね。あんちゃん、ビビちゃんのこともそうだけど、町の人たちの気持ちも考えてて偉いな。またくしゃみが。昨日から調子が悪いわね。大丈夫？愛梨ちゃん、もし撮影が難しかったらいつでも言ってね。何言ってんの。引き受けたからにはきっちりやるわよ。ありがとう。さすが愛梨ちゃんね。あそこにいるのってもしかして。モアモアジャンプの日の森さんと桃井さんだ。あ、はるかとみのりの友達の、確か白石さんとあずさわさんよね。はい、桃井さんとはお正月の時少し話しましたけど、日の森さんは多分初めてですよね。はじめまして、白石杏です。はるかの小学校からの友達で、皆さんのお話もよく伺ってます。私はあずさわ小羽です。日の森先輩とはよく挨拶してるので改めてになるんですけど。そうね、私は日の森しずくです。白石さん、あずさわさん、よろしくね。そういえばお二人はここで何をしてたんですか？今日はね、この結婚式場で撮影をする予定なのよ。え？撮影？日の森さんたちもですか？実は私たちもそうなんです。え？
そうなの？おはようございます。私たち今日ここで撮影の予定なんです。川崎さん、新郎役の人と連絡取れましたか？ねえ、しずく、電話かかってきてない？え？あ、本当だわ。通話ボタンはこれね。ひなまりです。なんだか声が二重に聞こえるような。もしかして壊れちゃったのかしら。あら、なんか雲行きが怪しくなってきたわね。撮影ちゃんとできるのかな。それにしてもびっくりしましたね。モデル事務所の知り合いに新郎役の手配を頼んだはずが、花嫁役を手配されてたなんて。ああ、そんなに謝らないでください。まさかこんなこと起こるなんて思わないですし。私たちは大丈夫ですよ。でも今日の撮影はどうしましょうか。とりあえず撮影はするみたいね。ちゃんと撮れるみたいでよかったわ。確かにそうですね。川崎さんの努力が無駄にならなくてよかったな。じゃあ改めて、日の森先輩、桃井先輩、今日はよろしくお願いします。ええ、よろしくね。私たちのことは愛理と雫でいいわよ。じゃあ、アイリス先輩と雫先輩ですかね。ありがとうございます。よければ私たちも名前で呼んでください。じゃあ、アンちゃん、小羽ちゃん、今日は頑張りましょうね。はい。女性用のタキシードですか？素敵だわ。ですね。それにすっごくかっこいい。やっぱりそうだよね。私は花嫁さんっていうよりもタキシードの方が。私がドレスなんですか？だってモデルのしずくさんの方がドレスも綺麗に着こなせるだろうし。輝きってそんなオーバーな。大丈夫よ、あんちゃん。川崎さんが思い描いている花嫁さんはきっとあんちゃんにしかできないはずだわ。そうですかね。あ、でも身長とか考えるとタキシードを着るのはしずくさんの方がいいのかも。まあいいか。
なんでそこまで私をしてくれてるのかわかんないけど、川崎さんも期待してくれてるみたいだし。よし、花嫁役頑張らなくちゃ。ボリュームあるんだ。瑞希がスカートがふわふわするから好きだって言ってたけど、これは着るだけでも一苦労だな。でもやったことないことばっかりでちょっと楽しくなってきたかも。ところとかありますか？着替えてる時も思ってたんだけど。小羽ちゃん、このドレスとっても似合ってるわね。特にここのレース、羽みたいになっててすごく小羽ちゃんっぽいわ。え、そうですか？こういうのあんまり着ないのでちょっと心配だったんですけど、愛理先輩にそう言ってもらえて嬉しいです。愛理先輩もすっごく素敵です。爽やかな色だから明るい愛理先輩にぴったりですね。あら、ありがとう。嬉しくなっちゃうわね。あとは雫とあんちゃんね、楽しみだわ。でも実際雫のタキシード姿ってどんな感じになるのかしら。そうですね、雫先輩ってふんわりした綺麗なお姉さんっていうイメージなので、タキシードっていうと。ま、でも雫のことだからかっこよく着こなしてくれそうね。そうですね、あんちゃんの花嫁姿はきっと綺麗でしょうね。なんてったって素材がいいもので、ですよね。きっと髪型とかメイクとかもガラッと変わって綺麗なんだろうな。そうね、あんちゃんもそうだし、雫も結構変わるわよね。なんだかドキドキしてきちゃいました。二人とも待たせちゃってごめんなさい。あ、雫は用意できたみたいね。しずく、初めてのタキシードはどうって。お待たせ、アイリちゃん、小羽ちゃん。すごい。王子様みたい。こんなの破壊兵器だわ。ビジュアルの暴力よ。ん？ああ、もうめちゃめちゃ似合ってるってことよ。本当？ありがとう、愛理ちゃん。愛理ちゃんたちもドレスとっても似合ってるわ。ありがとうございます。でも私よりやっぱり雫先輩がすごいです。そのタキシードもともとすごく素敵でしたけど、雫先輩が来たらもっと素敵に見えるし、これがモデルさんの力なんですね。ありがとう、小花ちゃん。でもね、私が素敵に見えるとしたら、それは私の力だけじゃないのよ。え、どういうことですか？絹屋さんから聞いたの。この衣装にはこの服を着る人が心から幸せを感じられますようにっていう思いを込めているって。
その思いに支えられているからこそ、私もきっといつも以上に輝けているんだと思うの。思いが…ええ、今回はキヌヤさんが全てやってくれているけれど、ヘアメイクさんや衣装デザイナーさん、そういうたくさんの人の思いがあるからこそなのよ。そうね、表に立つ人だけじゃなくて、たくさんの人たちの力が集まったからこそ魅力的に見えるのよね。そこはモデルもアイドルも一緒だわ。なるほど、勉強になります。そういえば、そろそろあんちゃんも来るはずよ。さっき髪をセットしていたみたいだから。はあ、楽しみだな。あ、しずくさんかっこいいな。やっぱり本物のモデルの人は違うっていうか。私、ちゃんとしずくさんの相手役に見えるかな。はい。みんな、お待たせ。あ、あんちゃん、ドレスはどう？ドレスもティアラもすっごく似合ってるわ。本当ですか？こういうドレス着たことないんで、ちゃんと花嫁さんらしくなってるか心配だったんですけど、そう言ってもらえて安心できました。すん？どうしたの、小羽？すごく綺麗だよ、あんちゃん。可愛いし、綺麗だし、とっても綺麗だよ。こう跳ねてば綺麗って言い過ぎだよ。でも、ありがとう。こう跳ねもとっても綺麗だよ。
至近距離だとドキドキしちゃうな。やっぱり雫さんってすごいな。大人っぽくてタキシードみたいな服まで着こなせて。よし、私も頑張らなくっちゃ。始まるんだね。うまくできるかな。雫先輩もかっこいいし、アンちゃんもアイリ先輩もかわいいし、お父さん以外に写真を撮られるのなんて慣れてないし。小羽、もしかしてすごく緊張してる？その…撮ることは多いけど、自分が撮られることってあんまりないから。まあそうだよね。こういうの苦手じゃないけど、私もちょっと緊張するし。大丈夫よ、小花ちゃん。笑顔でね。はい、そうですよね。笑顔、笑顔。大丈夫かな。わかりました。アンちゃん、いいかしら。はい、どうぞ。小羽、頑張ろうね。はい。手をつないで、顔したらいいのかな。よかったね。そういうことがいっぱいありすぎて、どれを思い出したらいいのか。真面目な小羽らしいな。そんなに緊張しなくて大丈夫だよ。ちゃん、少し力が入っちゃっているみたいね。そうね、緊張が解けるといいんだけど。なら、ストレッチをしたりとか、リラックスできることをやってみるとか。リラックス…あ、ねえアンちゃん、ちょっといいかしら。え、何ですか？はるかから聞いたんだけど、二人って本当に仲がいいんでしょ？それなら。ってことをちょっと試してみたいの。どうかしら。なるほど、わかりました。やってみましょう。よかったら、3人で好きなポーズを撮ってみてもいいですか？そっちの方が自然な感じにできるかなって思うんです。じゃあ、はい。どうしたんですか、アイリ先輩。急にアンちゃんに抱きついて。アンちゃんと相談して、より友達っぽさを出すべく距離を縮めてみたのよ。はい、これで大親友ですね。ふっふっふ。どう、小羽ちゃん、アンちゃんを私が独り占めしちゃっていいの？え、アンちゃん、結婚おめ
ちゃんが結婚しちゃうなんて寂しいわ。っていうわけで、最後に思う存分ハグさせてちょうだい。アイリさん、ありがとうございます。私、幸せになります。あ、ほら、小羽ちゃんもハグしましょう。最後のハグになっちゃうかもしれないわよ。最後の？そんなのダメ。おお、小羽苦しいよ。ずるいわよ。私も混ぜなさい。とっても素敵な笑顔になったわね、小羽ちゃん。できついてもらっちゃったな。ちょっと恥ずかしかったけど。お疲れ様。小羽ちゃん、とってもいい表情になっていたわ。本当ですか？よかった。いろいろ手荒な感じになっちゃって悪かったわね、小羽ちゃん。こういう空気の方が肩の力が抜けるんじゃないかって思って、ちょっと遊ばせてもらったわ。あ、いえ、愛理先輩のおかげでとってもリラックスできました。ありがとうございました。ならよかったわ。やっぱりみんな笑顔が一番だもの。小羽がリラックスできてよかった。私も最初より肩の力が抜けたし、愛理さんすぐに空気を変えてくれてすごかったな。さすがアイドルって感じ。よーし、しずくさんとの撮影もこの勢いで頑張るぞ。あれ、猫の声？さっきの猫かな？そうなんですね。肩の力も抜けたし、きっと大丈夫。大人っぽくて綺麗な花嫁さんにバッチリなってみせる。幸せを願ってるか。いざそう言われるとどういう顔で見たらいいのかよくわからないな。もうバッチリ役作りできてるみたい。私も悩んでないでやってみよう。花嫁さんらしく落ち着いて大人っぽく。ええ、わかりました。緊張しているみたいだったけれど、今はもう大丈夫みたいね。だけど
何かちょっと気になるわね。この感じ、何なのかしら。あんちゃん、本物の花嫁さんみたいだな。すごい。でも、なんだろう。なんだか、いつものあんちゃんじゃないみたいに見えるかも。どうかしたんですか？え？やっぱりカメラマンさんもそう感じているのね。実際、愛梨ちゃんや小羽ちゃんと撮っていた時とは、ちょっと雰囲気が違うような気がするわ。一体どうしてなのかしら？会話ですか？これはすごくいいチャンスね。あんちゃんが今どんな気持ちなのか聞けそうだわ。じゃあちょっとおしゃべりしましょうか、あんちゃん。あ、はい。実は私、久しぶりの撮影だから少し緊張しちゃってるの。あんちゃんは大丈夫？はい、大丈夫です。さっきの撮影で随分リラックスできました。でもやっぱりドレスはなかなか慣れないですね。ヒールとかもあんまり履きませんし。私はやっぱり普段のイベントの時みたいにパンツにスニーカーが一番楽だなーって。イベント？そういえばはるかちゃんとみのりちゃんが話していたわね。あんちゃんたちはすごいイベントを超えようとしているって。はい、そうなんです。ラッドウィーケンドっていうイベントなんですけど、伝説の夜って言われるくらいすごいイベントで、みんな超えるのは無理だって言うんです。けど私は小羽たちと一緒に超えたいって思ってて。そうなのね。あんちゃんすごくいい顔をしているわ。きっとそのイベントを超えるためにまっすぐ頑張っているんでしょうね。あ、やば、今完全に素になっちゃってた。ちゃんと花嫁さんらしくしないと。あら、急に表情が戻っちゃったわ。さっきの笑顔素敵だったのに。ねえあんちゃん、さっきのイベントの話もう少し聞かせてくれない？はい、巣になっちゃわないように気をつけて。これまでは自分たちのチームだけでいろんなイベントに出てたんですけど、今は他のチームとも組んでイベントを作ってるんです。個性的な人が多いんですけど、実力があって気持ちも一つにできるメンバーで、このメンバーならいつか超えられるって思っています。そうなのね。ありがとう、あんちゃん。ダメだわ、さっきの表情が出てこないみたい。どうして急に変わってしまったのかしら。はぁ、疲れた。ドレスが綺麗に見える姿勢を保たなくちゃいけないから疲れるわよね。二人ともお疲れ様。立ってるのも大変だったでしょうし、あっちの方で座らない？そうですね。じゃあ川崎さんたちに行ってから。あれ？あら？なんであんな離れたところにいるのかしら。何か二人で話してるみたいだけど、撮影の相談かな。勝手に行ってしまうと困らせてしまいそうだし、声をかけてみましょうか。そうですね。あの、川崎さん。
ああ。ちゃんと花嫁役やれてるかもって思ったけど、ダメだったんだ。その上気を使わせちゃって。うん、できないからって落ち込んでても何も始まらないよね。川崎さんも期待してくれてるんだし、最高の写真を撮れるように私も頑張らなくちゃ。ちゃんと花嫁さんらしくなれるように。え？花嫁さんらしく？すみません、私控室に戻って表情とか姿勢とかチェックしてこようと思います。すぐ戻ってきますから少しだけ時間ください。失礼します。あ、あんちゃん。あ、ちょっと二人とも。モデルなんて初めてだし、うまくできなくても仕方ないのかもしれない。でもやるからにはちゃんと気持ちに応えたい。あんちゃん、あんちゃん待って。え？あ、小羽ね、追いかけてくれてたの？うん、そのよかったら私も手伝おうと思って。モデルさんのことはわからないけど、でもあんちゃんを見て感じたことは伝えられるかもしれないから。小羽ね、心配してくれてありがとう。でもごめん、今はちょっと集中したいんだ。何が足りないのか自分で確認したくって。花嫁役を完璧にやれるようにするから待ってて。あ、あんちゃん行っちゃった。あんちゃんのために何かできないかな。あら、そんなにしょんぼりした顔をして、どうしたの？え？この声は。メイコさん、どうしてここに？二人のドレス姿をこっそり見せてもらおうと思ってね。小羽ちゃん、とっても素敵ね。あら？あんちゃんは？それが、実は。なるほど。そんなことがあったのね。はい、あんちゃん悩んでるみたいだし、私も何かできるといいんですけど。それならこんなのはどうかしら。小羽ちゃんじゃないとできないとっておきの想像があるわよ。え、私しかできない？それって…ふふ、じゃあちょっと耳を貸してちょうだい。あんちゃんが戻ってきたらね。表情とかポーズとか見てみても何がダメなのかわかんないな。硬いってどういうことなんだろう。もう緊張はしてないつもりなのに。でもあの時見た花嫁さんみたいにできたらきっと。あー、もう全然わかんない。川崎さん、なんで私を花嫁役にしたんだろう。内側から光がーっていうレベルの人が撮りたいなら、私じゃなくて雫さんみたいな人の方が。って、うだうだ悩んでもしょうがないよね。よし、今度はスマホで撮ってみよう。動画なら何かわかるかも。一日でどうにかできることじゃないだろうけど、このまま中途半端で終わらせたくない。
絶対に最高の一枚を撮ってもらいたい。あんちゃん戻ってこないわね。ちょっと心配だわ。それにしてもさっきの二人の撮影は十分素敵だったのに、なんで川崎さんは納得いかないのかしら。それは伝説の夜って言われるくらいすごいイベントで、みんな超えるのは無理だって言うんです。けど私は小羽たちと一緒に超えたいって思ってて、ちゃんと花嫁さんらしくなれるように。もしかして、愛梨ちゃん、私ちょっとだけあんちゃんのところに行ってくるね。少し気になることがあるの。あ、ちょっと雫。あんちゃんは、やっぱり問題はポーズじゃなくて表情なのかな。大人っぽい表情なら花嫁らしくなるって思ってたけど、それより相手の幸せを願う表情っていうのをできるようにした方がいいのかな。あんちゃんって何にでも本気で一生懸命な子なのね。はるかちゃんの親友っていうのもすごくうなずけるわ。そんなあんちゃんのために私ができることは。あんちゃん、少しいいかしら。あ、しずくさん、もしかしてもう休憩終わりですか。ううん、まだ休憩時間よ。ただあんちゃんと少し話をしたくて。え？あのね、あんちゃんが硬いって言われた理由が分かったかもしれないの。本当ですか？しずくさん、教えてください。もちろんよ。じゃあポーズを撮ってもらってもいいかしら。カメラマンさんに撮られているつもりで笑ってみて。はい。幸せになってほしいって思いながら、花嫁さんらしく落ち着いて優しく。やっぱりそうみたいね。え？あんちゃんは今どうしてその表情をしたの？花嫁さんって言ったら、結婚するから幸せな気持ちでいっぱいで、あと落ち着いてて大人っぽいイメージなので、だから私もそうならなきゃなって思って。そうならなきゃ。そうじゃなきゃいけないなんてことないのよ。え、でもそのままじゃさすがに花嫁さんっぽくは。思い出してみて、あんちゃん。川崎さんはあんちゃんのどこがいいって思ってオファーをしたのか。写真映えするとか存在感があるとかは言ってもらいましたけど、あと、いつも輝いてるって言ってたような。私も今日あんちゃんと話してそれをすごく感じたわ。すごいイベントを超えるっていう夢を話してるあんちゃんはとってもキラキラしていたもの。きっと川崎さんはそんな希望に満ちたあんちゃんを撮りたかったんじゃないかしら。さっき言っていたような落ち着いてて大人っぽい花嫁さんもとっても素敵だと思うわ。でもそれはあんちゃんじゃないわ。自分じゃない誰かを演じてもあんちゃんの中にある本当の輝きを出せるわけじゃないと思うの。もちろん演じることで評価される人もいるけど、あんちゃんはそのままの自分が求められているんだもの。誰かを演じる必要はないのよ。ああ、そっか。
私は花嫁さんになりきらなきゃって思っちゃってたけど、川崎さんは私を取りたいって言ってくれたんですもんね。ごめんなさい。私、昔見た花嫁さんが一番花嫁らしいんだって思い込んじゃってたみたいです。謝ることなんてないわ。憧れるイメージを持って近づこうと努力するのは、きっとみんなやっていることだもの。ただ、あんちゃんはそんなことしなくても、もう十分素敵なものを持っているのよ。いつも夢に向かってまっすぐ進める、そういうあんちゃんの意志の光を。しずくさん。ありがとうございます。私、憧れの花嫁さんじゃなくて、ちゃんと白石アンとしての花嫁さんで撮ってもらいますね。ええ、頑張りましょうね。それにしても、さすがモデルさんですね。そんなこともすぐに分かっちゃうなんて。なんでそんなにさらっと見抜けちゃったんですか？きっと、私も演じていたからでしょうね。え？私ね、チアフルデイズにいた頃は、ずっと自分に自信が持てなかったの。みんなが私に期待をしてくれても、それに応えることが全然できないって感じて。そんな時に、プロデューサーが台本を細かく作ってくれて、そこに書かれていないことは喋らないでいいって言われて、それからは完璧な日の森雫を演じるようになったの。だからあんちゃんももしかしたらって思ったのよね。雫さん。急にこんな話をしちゃってごめんなさい。あの時は辛いこともあったけど、でもちゃんとその時の経験を生かすことができてよかったわ。自分を自信を持って見せられなかったからこそ、わかることもあるのね。でも、今の雫さんには、ちゃんと自分があるんですよね。え？私、実はモアモアジャンプの配信たまに見てるんですけど、その時の雫さん、すごく生き生きしてますよ。あの表情は演じてたらできないと思います。きっと今は自分があってこうありたいって思える自分に向かって進めてるんじゃないかなって。こうありたいって思える自分に。ええ、今はちゃんと進めている気がするわ。まだいろいろとうまくできないこともあるけれど、希望を届けるアイドルでいられるように頑張りたいわ。それに、ずっとそばで応援してくれている大好きな人たちに誇れる自分でいたいって思うの。大好きな人たちに誇れる。じゃあ、私と一緒ですね。え？あんちゃんも？はい、私も。小羽やチームのみんなや、思いを見守ってくれる人たちや、それから、支えてくれる街の人たちにも誇れる自分でいたいです。そのためにも、大変なことでもぶつかって乗り越えていかなきゃ。あんちゃん。お互い頑張りましょう。じゃあこの後は、自分らしく、川崎さんが撮りたい幸せな心のつながりを表現できるようにしていきましょうね。あ、それなんですけど、私は雫さんが、雫さんは私がありたい自分でいられますようにって思ってみるのはどうでしょう？え？お互いの進む道を応援できれば、幸せな心のつながりっていうのも自然に出せるんじゃないかなって思って。すごくいいアイデアだと思うわ。頑張りましょう、あんちゃん。
急に走り出して何を話しに行ったのかと思ったら、雫ってばいい先輩になったじゃない。二人ともそろそろ休憩終わるわよ。アイリちゃん、今戻るね。よし、それじゃあ気合い入れ直して頑張りましょう。しずくさんと話したおかげで、どういう風に撮ってもらえばいいのかだいぶイメージできた。あとは私らしくやれば大丈夫。でもちょっと気合い入りすぎちゃってるかもな。肩の力はちゃんと抜いて。あんちゃん。あ、小羽根、ごめんね、心配かけて。私もう大丈夫だよ。え、本当？しずくさんと話して自分の何がダメだったのかちゃんと分かったんだ。次は自分らしさを出していけるように頑張るよ。そうだったんだ、よかった。って言っても考えすぎないようにとか、まだちょっと心配はあるけどね。あ、じゃあ、あんちゃん、私と一緒に歌わない？え？私ね、歌ってる時のあんちゃんが一番あんちゃんらしいって思うの。かっこよくて、伸び伸びしてて、キラキラしてて、本当に、本当に素敵なんだよ。だから、歌ってみるのはどうかなって思って。どうかな。小羽、私のためにいろいろ考えてくれたんだね。ありがとう、小羽。それじゃあ、やろう。まあ、すっごいわね。ファンフェスタの時の小羽ちゃんもすごかったけど、二人で歌うとこんなにパワフルになるのね。あんちゃん、すごく幸せそうだわ。きっとこれが一番あんちゃんらしい姿なのね。川崎さん、キヌヤさん、お待たせしました。迷惑かけちゃってすみませんでした。でも、もう大丈夫です。最高の私を見せられると思います。しずくさんがこれからもはるかたちと一緒にありたい自分でいられるように。あんちゃんが大好きな人たちと一緒に夢を叶えられるように。二人ともバッチリね。猫？そういえば
ここに来た時猫がいたわよね。その子が喧嘩してるのかしら。あ、木の上に猫さんが。それもあんな高いところに。あの猫、ビビだ。え、どうして式場に。もしかしてあれ、降りられなくなってるの？そうみたいだわ。でも、なんであんなに高いところに登っちゃったのかしら。あ、もしかしたらカラスに襲われて逃げるために。どうしよう、なんだかフラフラしてるし、落っこちちゃいそうな感じが。落っこちたら一大事だわ。あ、川崎さん、式場に行って脚立を借りてくるのは。あ、またカラスが。今から脚立を借りてたら間に合わないかも。このまま落ちたらピビが大怪我して。うん、もしかしたら。そんなの絶対ダメ。あんちゃん、どうするの？木に登れないか試してみます。さすがにドレスのあんちゃんじゃ難しいんじゃないかしら。私が試してみるわ。しずくさん、ありがとうございます。ダメね、捕まるところが少なすぎて登れない。そうね、これは脚立を借りてきても難しそうだわ。できるとしたら落ちてきたところをキャッチするぐらいだけど、そんなピンポイントで捕まえられるかっていうと。あ、そうだ、スカートをこうして。あの枝からだと落ちるのはきっとここだ。あんちゃん、ちょっと大丈夫？え？あ、たよかった。みんな、ビビ無事だよ。よかったわ。あんちゃん、大丈夫？捕まって。ありがとうございます。私今日、雫さんに助けられてばっかりですね。みんな無事でよかった。それもしかして、ドレスのスカートでキャッチしたの？はい、これならクッションになりそうだったんで。わあ、どうしよう、ドレスが汚れちゃった。破れたりはしてないみたいだけど、植え込みに突っ込んじゃったからだ。あ、川崎さん、木の屋さん、すみません、その…すみません、せっかく作ったドレスが。これじゃ撮影も。え？それってどういう。もしかしてみんなが猫さんのために一生懸命頑張ったからじゃないかしら。猫のために？猫さんのことを心配して無事でありますようにって願ったでしょ。それで猫さんが助かってよかったなって気持ちにみんながなれたから、この猫さんを中心に幸せな心のつながりが生まれたような気がしたの。川崎さんもそのことを言ってるんじゃないかって。
頭すりつけたらくすぐったいってば。きっとありがとうって言っているんじゃないかしら。それは嬉しいんですけど。くすぐったい。撮影はなんとかうまくいったんだ。なんつうか、いろいろあったんだな。しかし、そのビビという猫はどうして式場にいたんだろうな。ビビがいなくなった頃、新しい店ができる関係で通りのトラックが多くってさ、もしかしたら間違ってそのうちの1台に乗り込んじゃったんじゃないかなって。もしそうなら、あの辺りでトラックから降りて迷子になっちゃったんだろうね。なるほど、それは確かにありそうな話だ。で、そいつは今どうしてんだ。やっぱりビビットストリートに帰りたかったみたいで、私が帰るときについてきてくれてさ、今はちゃんとその辺りでのんびりしてるよ。そうか、よかったな。そうだな、最終的にいい写真が撮れたみてえだし。うん。最後に見せてもらった写真もすごく良かったんだよ。やっぱりプロのカメラマンさんってすごいんだね。汚しちゃったドレスも絹屋さんが綺麗にクリーニングしてくれたみたいで安心したよ。た、着いた着いた。こんにちは。あんちゃん、撮影はどうだった？バッチリ大成功でした。それで、メイコさんにもお礼を言おうと思って。そうだったのね、わざわざありがとう。あの、小羽から聞きました。一緒に歌うといいっていうアイディアをくれたのはメイコさんだったって。ありがとうございました。おかげで、私らしく撮ってもらうことができました。ふふ大事なことは知れないわよ。小羽ちゃんが知ってる、あんちゃんが一番輝いてる瞬間を思い出してもらうのがいいんじゃないかって言っただけなのも。でも、やっぱり歌っている姿が一番輝いている瞬間だったのね。私もあんちゃんの歌聞きたかったわ。メイコさんにそう言われるとちょっと照れちゃうな。どうしたんだ、あずさは。あ、ちょっとね、前にあんちゃんが言ってたことを思い出してたんだ。前に言ってたこと？うん、あんちゃんと出会ったばっかりの頃に二人でメイコさんの話をしてたことがあったんだけど、あんちゃん、メイコさんに、ほら、いつまで寝てるの？もう朝よ、とか、しっかり食べて今日も一日頑張ってねって言ってもらいたいなって話してたんだ。え？それで今回も。雫先輩と一緒にいるときはなんだか嬉しそうっていうか、いつもより可愛い感じになってたから、やっぱりあんちゃん、お姉さんっぽい人には甘えたいんだなって。そういうことは今言わなくていいから。え、あ、言わない方が良かったかな。そんな風に思ってくれてたなんて嬉しいわ。なるほど、白石にはそういう願望があるんだな。ないない、いや、全然なくはないけど、願望って言うとなんか重いでしょ。確かに、メイコさんとかしずくさんみたいな頼れるお姉さんは素敵だなって思うけど、甘えるっていうか、
私もそうなりたいっていうか。あ、ん？どうしたの？あんちゃん。そっか、私無意識にそうなりたいって思ってたのかも。しっかりしてて頼りになって、そういう人が私の憧れだから、大人っぽい自分を変に作ろうとしてたのかもしれないな。それで、多分それは。ナギさんがいたからだろうな。あんちゃん？ごめんごめん。なんでもないよ。とにかく、みんなのおかげで、それは今の私らしくないって気づけたんだ。それに、これからなりたい自分も改めて分かったしね。なりたい自分？うん。私、みんなに誇れる自分でいたいなって思うの。小羽にも、アキトにも、トウヤにも、メイコさんたちにも、それから、町の人たちにも。だから、どんなことにも全力でぶつかって乗り越えていきたいなって思うんだ。それでいつか。いつか絶対に超えるんだ。やっぱりあんちゃんってすっごくかっこいいな。うまくいかないことがあってもダメだってならないで絶対に乗り越えようって思うことができて。こんな可愛くてかっこいいあんちゃんが私の相棒だなんて本当に嬉しいな。ま、お前はそうじゃなくっちゃな。ああ、とても白石らしいと思う。それじゃあ、撮影を頑張ったあんちゃんには特別にスペシャルメニューをプレゼントしちゃおうかしら。え？はい、名付けて、あんちゃんスペシャルプレートよ。わあ、チョコケーキに乗ってるのってラムレーズンアイスですか？ええ、そうよ。あんちゃんの好物だから乗せてみたの。すっごく美味しそう。アキト、食べたいのか？いや、そんなに物欲しそうな顔してねえだろ。ミニサイズのものなら全員分あるわよ。トウヤ君の分はビターになってるしね。マジっすか？ありがとうございます。よーし、食べたらみんなで練習頑張ろうね。はあ、美味しかった。今なら丸一日歌えちゃいそうだよ。テンションが上がったんなら何よりだ。そんじゃ、そろそろ練習を。ん？猫が近寄ってきたが。あ、ビビちゃん。何やらこちらを見上げているが、餌が欲しいんだろうか。もしかしたら歌って欲しいのかも。は？前、小羽には話したんだけど、ビビって音楽がわかる猫だって言われててさ、うまい歌はじっと聞いてくれるんだよ。なんだそりゃ、迷信か。種類によっては動物も音楽を理解するという話を聞いたことはあるが、猫もそうなのだろうか。実際どうなのかわからないけど歌ってみようか。まあ、やることは変わらねえし、いいか。そうだな。猫に見守られて歌うというのも楽しそうだ。オッケー、それじゃあ行くよ。あら、また違うところに出ちゃったわ。連絡を取っても愛梨ちゃんと行き違っちゃうし、どうしたらいいのかしら。
しずく、アイリちゃん、あんた、なんでランニングの途中にふらーっとどっかに行っちゃうのよ。ごめんなさい。とってもおしゃれな通りがあったから、つい。あら？これって…ん？誰かが公園で歌ってるのかしら。すごく上手ね。あれって、あんちゃんたちじゃない？ほんと、あきとくんたちもいるわ。ここで練習をしてるのね。みんな、すごく真剣な表情。すごいイベントを超えるために、頑張ってるのね。あんちゃんが助けた、あの子もいるわよ。本当だわ。じっとしていて、まるで歌を聴いてるみたい。聞き惚れちゃう気持ちもわかるわ。ええ、私たちも負けてられないわね。アイリちゃん、走りましょう。私、今なら丸一日でも走れそうだわ。そうね。って、だからそっちは逆方向なのよ。ねえ、今のかなり良かったんじゃない？ああ、リズムもしっかり取れていた。この調子でもう一回やろう。ほんじゃ、今日はとことんまでやるか。あ、ビビちゃんがなんだかもう一曲って言ってるみたいだね。それじゃ、ビビが満足するまで歌っちゃうよ。